天然鯛焼きとは一匹ずつ丁寧に焼く一丁焼きという焼き上げ製法のことを言います。鯛焼き職人が一丁2キロもある焼き型に霧と餡を乗せ、火床の上でガチャガチャと移動させ、直火で丹精込めて焼き上げます。天然鯛焼き鳴門鯛焼き本舗。どうもありがとうございます。厚切りが好きですね。はい、はい、わかりました。どうもありがとうございます。あ、ない。今日はね、屋台終わっちゃってたんで、鯛焼きを、念願の鯛焼きを買いました。でこのままね、糸島の方に帰りますんで、いつものようにね。はい、持って帰りました。鳴門鯛焼き本舗、こんな感じ。皆さんは頭から食べますか、尻尾から食べますか。僕は尻尾から食べるんですよ。とりあえずまた食べるところを取るとですね、食べた気がしないんで、中だけちょっとお見せして。美味しそうでしょ。では皆さん、ごきげんよう、さようなら。ゆっくり食べます。くっつかないか。はい、あ、無理ね。